大晦日の第71回 NHK 紅白歌合戦、午後7時半から11時45分のリハーサルが29日、東京、渋谷の NHK ホールで行われた。初出場のシックストーンズは、デビュー曲、イミテーション・ゼイを披露する。今回、同曲の作詞、作曲を手掛けた、ヨシキも中継で出場。京本大我は1年歌い込んだイミテーションレインをヨシキさんにも見てもらえると思うので力を入れてと意気込みを語った。2009年にジャニーズジュニアのユニットスノープリンスが商談として企画コーナー子供紅白に出場した森本慎太郎はスノープリンスが商談を経てまたシックストーンズとして出られるのはすごく嬉しい。覚えていてくださる方がいたら、あいつ成長したなと思ってほしいですと話した。また、総合司会の内村光良が司会を務める日本テレビ系スクール革命のオーディションから芸能界入りした高地優我は芸能界の父と思っているので、期待に応えられるよう頑張りますと力を込めた。松村北斗は今ドラマの現場でカトゥーンの亀梨和也くんとご一緒させていただいてるんですけども今日紅白のリハーサルがあると知ってくださっていてすごい名誉なことだから胸を張って行ってきなさいという言葉をいただきましたと明かした。一方この日1月4日からスタートする予定だったツアーの1月末までの公演の中止生配信の実施が発表された。田中寿は安全第一で仕方ないなと思うんですが生配信という形で届けられるので作ってきたものを届けたいとファンにメッセージを送った。